儀礼服姿で皇居正門警備に向かう皇宮護衛官。皇居内にて撮影皇宮警察騎馬隊特内庁の社場課の御者。機上の皇宮護衛官が儀礼服を着用している皇宮護衛官とは、公安職国家公務員の官職の一つ。警察庁の付属機関である皇宮警察本部に所属する特別司法警察職員としての権限を 与えられているが、警察官とは異なる。主に皇居の警備、皇族の護衛を職務とする。右肩に赤心と呼ばれる縄を身につけていることが特徴。天皇、皇族の護衛、皇居、御所、御用邸などの経営を担当することを主な職務とする。その専門性を考慮して、警察官とは別枠の皇宮護衛官採用試験が設けられている。他、 武道有段者の枠も存在する。皇宮護衛官の定員は920人である。第1条、皇宮護衛官賞には53の霧が用いられている。皇宮護衛官は、警察庁に所属する者の,の警察官とは別の官職とされているが、警察法第69条に基づき、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体もしくは財産に対する罪。 公室用財産に対する罪または、公居、御所その他公室用財産である施設もしくは天皇、及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊のように供されている施設における犯罪に対する捜査を行う、刑事訴訟法上の司法警察職員とされている。階級故障については、警察官に準じるが、全部の階級に、行動がつく。警察官の拳銃、特殊銃、 警防、催涙スプレー等の使用、取扱いは各種の国家公安委員会規則により定められているが、これらはいずれも、航空護衛官にも順用される。また、制服、制防、階級章、識別章は基本的に警察官と同一であるが、上着の両襟の部分に航空護衛官であることを示す、航空護衛官省が付くほか、 警的を釣る警的釣り紐が演じ色である点が一般の警察官と異なる。また、制服の上着の右上腕部のエンブレムの文字が、航空となっている。その他、警察手帳の起承に示される所属本部名は航空警察である。経営や議員にあたっては特別な制服を着用して馬や側車付け二輪車に乗ったり、 皇居の正門での警備などの任務に当たることがある。皇宮護衛官は、東京都、神奈川県、静岡県、栃木県、京都府、奈良県の一都一府四県を中心に、海外を含め天皇、皇族が移動する先の必要エリア全てにおいて、経営活動を行う。なお、法令上、皇族以外の要人等の身辺を守ることを、警護と言い,い、天皇。 皇族の身辺を守ることを経営という。皇宮警察音楽隊皇宮警察本部には、皇宮護衛官育成のための皇宮警察学校や、皇宮警察音楽隊、皇宮警察特別警備隊なども設けられている。なお音楽隊は、皇宮護衛官から選出され通常勤務の合間に練習を行う。また、皇宮護衛官は、皇居や御社の消防も任務としており、 各護衛所には消防車が配置され消防訓練を受けている。天皇や皇族の身辺警護を行う皇宮護衛官は側衛官と呼ばれる。側衛官は皇宮護衛官より選抜され側衛術と呼ばれる独自の逮捕術のほか教養も求められるため作動や可道、和歌などの日本文化も訓練される。また馬術も必須となっている。儀礼服姿で 皇居正門での警備を行う、皇宮護衛官階級は、警察法第69条において、最高位の皇宮警視官以下8階級1職位が定められている。通常の警察官の階級に、皇宮を関して称されるが、警視総監総当級は設けられていない。かつては、皇宮巡査部長以下に相当する階級として、皇宮警視が置かれていた。警察法には、規定がない。 職位であり、正式な階級は、あくまでも、厚遇巡査である。警視庁警備部には、経営課があり、道府県警察も、後続警備に関わるが、あくまで警備に限られる。直近の経営は、側営官が行い、その周りを、担当厚遇護衛官が固める。さらに、外側を、経営担当の警察官が固める。大規模な公式式典の際などは、護衛官だけでは、 人手が足りなくなることもあるため、都内については、警視庁警備部経営課が広報支援することもある。航空護衛官を育成するために、独自の警察学校である、航空警察学校が、皇居の敷地内に設置されている。カリキュラムは、通常の警察学校と同じ警察実務や、各種実技のほかに、課外授業として、和歌や茶道など、日本文化の学習や、 パレードのための乗馬訓練、国外からの来賓に応対するため英会話の授業などが実施されている。皇宮警察は皇居や御所の消防も任務としているため、通常の警察学校では行わない警防の訓練も行っている。イコール特別司法警察職員ンジ色の地に金色の53の切り紋の気象積成に由来する。一般の警察官の使用する。 警的釣り紐は、交通警察においては、白色、地域警察では、金属チェーン、航空警察学校採用情報、航空警察本部、インペリアルガードヘッドクォーターズ。ありがとうございます。